皆さんこんにちは、みなみです。今回はカメラの紹介をしたいと思います。私はちょうど1年前にデジカメを買いまして、それを機にすごくカメラが好きになって写真を撮る毎日が始まったんですけれども、どういうカメラを使ってきたかっていう紹介と、そのカメラでどういう写真を撮ったかみたいなのを、今回紹介できればと思います。本当に最初の最初はもう露出系がある意味も分かっていないで写真を撮っていたので、ひどいんですけどその結構そういうのがあった方がリアルだし、この1年でどのぐらい成長できたかっていうのも、皆さんにお見せできたらいいかなと思うので、ぜひご覧ください。で、まず本題に入る前にこれだけは絶対にその次回の動画で言おうと思っていたことがあって、皆さんすごいあったかい言葉をたくさんくださりありがとうございます。私すごい0か100人間で、もう何も考えないで行動できる時もあれば、すっごい考え込んじゃって考えてしまう時もあって、でこの YouTube を解説するっていうのもすごい悩んで出そうって思ったんですけど、すごい不安だったんですよ。でもその YouTube 解説するって言ってから、友人であったり家族であったり普段から応援してくださってる方々からもうあったかい言葉をたくさん受け取って、もうそれがすごい救いというか、もう嬉しくて、もうだから絶対次の動画でこの感謝の気持ちは伝えるぞと思って、皆さん本当にありがとうございます。もう本当に嬉しいので、これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ということで本題に入ります。まず私がフィルムカメラを始めるきっかけになったフィルムカメラなんですけど、これは私の祖父が母に、子供を撮るために使ってって言ってあげたフィルムカメラで、割と使いやすいカメラだとは思うんですけど、長いこと家の中で、どういう環境下で保存されてたのかもわからないので、ちょっとあまり状態は良くないと思うんですけど、私がフィルムカメラを始めるきっかけになった大事なカメラです。で、それがこのキャノン AL1 っていうカメラです。これは割と使いやすいカメラなんですけど、絞り優先のカメラでして、なんて言えばいいんだろうな、フィルムカメラを始めるのにはすごい適してたカメラかなって今振り返ると思います。なんだかんだ私はフィルムカメラはマニュアルで落ち着いたので、これ最初に使っててよかったなって思います。数字も何かわからない、挙句の果てにこの中の露出系がなんで動いてるのかもわからないみたいな状況で、とりあえずシャッターを切ってたので、ひどい写真が多いです。ただその時期があって、なんでこんな撮れないんだろうって思っていろいろ調べ始めたので、このカメラで始めてよかったなって思います。で、このカメラは私レンズたくさん持っていて、一番最初のこの標準レンズですね、これはあまり使わないですけど、たまに使いますね。28-55です。で、あとはこの28mm のレンズと 75mm200mm のズームレンズと、あとはタムロンのレンズも使ってます。これはもともとソニー α7II に、オールドレンズとして使ってたレンズです。今このキャノン AL1 よりもいいフィルムカメラをたくさん持ってはいるんですけど、やっぱり祖父からの
カメラっていうのと、なんか一番最初に自分をフィルムカメラっていうか、まあ、カメラの沼にまあこう引きずり込んでくれた言い方が合ってるか分かんないんですけど、まあ、ハマらせてくれたカメラなので、もう壊れるまでとことん使おうと思ってます。このフィルムカメラを、使うようになってから、まあ、数ヶ月経った時になんかまあいろんなものを撮りたいなって思いやっぱりなるじゃないですか。でその時に私あの動物園行ってゾウの目撮りたいと思って、でもその当時持ってたレンズはこのレンズだけだったので、これではゾウの目は撮れないと思って、まあ、自宅の近くにあったあのフィルムカメラ専門店みたいなところに行って、この75-200mm を買いました。もうゾウの目を撮れた時はもう嬉しかったですね。達成したぞと思って、で、まあ、その、カメラ屋さんは今でも本当にたまに伺うんですけど、一人一人のお客さんをすごい大事にしていて、その私がゾウの目を撮りたいので望遠買いたいんですってあの来店したのを覚えてくださってて、なんかすごい嬉しかったですね。なんかこういう、もうなんか前回の最初の動画でも言ったんですけど、あのこういうつながりがもうたまらなくいいですよね。嬉しいです。もうなんかすごい本当にいろんな方によくしていただいても恵まれてるなって思います。で、その次に買ったのが、私一時期オートフォーカスのコンパクトフィルムカメラを何台持ってたんだ、3台ぐらい持ってたんですよ。まあ、ただフィルムカメラはやっぱり自分、まあ、個人的にマニュアルでいろいろ不便ながらも設定して撮るのが楽しいなと思うようになったので全部手放したんですけど、今見るとあいい写真だなと思うものも多いです。はい。でその次に買ったのがニコンの F801S、 なんか言い方わからないんですけど 801S です。でこのカメラも今はもう手元にないんですけど、短めみたいって思ってすごい感動したカメラです。なんか全然どういう種類、カメラにどういう種類があるかもわからない時期に買ったので、へー、フィルムカメラでもこんな風にオートフォーカスとか、なんかレンズがこう自動で動くカメラあるんだって思った覚えがあります。で、まあ結構レンチが何本入ってたかな、4本か6本入っていて結構重たかったんですけど、割とそれも使いましたね。半年以上は使っていたと思います。その時に一緒に買ったレンズがこのニコンの 135mm、ニッパチって言われてるやつかなです。ちょっと私レンズの読み方わからないので、なんか教えていただければ嬉しいです。はい、です。で、まあ、これはあのオートフォーカスとかじゃないので、まあ、自分でマニュアルで、まあ、レンズは動かすものなんですけど、この 135mm の単焦点の画角がすごい好きで購入しました。はい。でその次に購入したのが、その一番最初に自分で買ったデジタルカメラです。ソニー α7-2 ですね。中古で買いました。でまあその当時はそんなに写真撮らないだろうなと思ってたので、特に何もこう なんだろうなこだわりなく買ったんですけど、まあ、毎日写真を撮るようになって、なんかもっとこういう機能欲しいなとか、まあ、いろいろ、まあ、ノートにも書いてますので、まあ、ぜひ読んでいただければと思うんですけど、まあ、ちょっと不便さを感じた、こう限界を感じた、なんかもっとこういうの撮りたいのに、あ、ちょっとレスポンス遅くて撮れなかったみたいなのが結構多発しまして、悔しいと思ったので、まあそれで今使ってるニコン Z9 を予約したんですけど、まあはい、そんな感じのカメラです。で1年弱使ったんですけど、もうだいぶ使い古しましたね。はい。でその時に使っていたレンズは 50mm の
1.8 ですね。まあお手頃な価格で、まあ最初に始めるにはいいレンズかなと思って買いました。はい。途中でマウントアダプターとかも買って、キャノンの FD レンズとこうつなげるアダプターを買って、まあ自分の持ってるこのたくさんのレンズと、まあオールドレンズの世界にそれで途中で入りました。まあ味も出ますし、それでもうさらにカメラの、まあ、写真の世界へこうのめり込んだっていう感じです。